リラックマちゃん、20周年おめでとうございます。あはかわいい。アニメがすごい好きなんですけど、アニメを好きになったのが20年前なので、アニメ好きになって20周年かなというのと、あとは初めて東京にその家族旅行で来たのが20年前なんですよ、ちょうど。なのでその時になんか東京来て、なんかたまたま泊まったホテルに芸能人の方がいらっしゃってて、めっちゃもう人混みになってて、で東京ってやっぱりこうやって普通に芸能人おるんやって思ったのがすごい印象的でした。松村さんに今年のクリスマス、はい、なんか欲しいプレゼントみたいなのありますか？東京の夜景をプレゼントしてほしいです。結構なプレゼントだった。そうだった。確かに物じゃなくてね。物じゃなくて、うん、確かにこの景色はあなたのだよって言われたいです。すごいな。